皆さんこんばんは。今日は夜釣りでございます。久々の秋煽りエキングにやってまいりました。なんじゃこりゃ、スプラトゥーンかっていうぐらい炭跡がついてるんですけど、やばいです。めちゃくちゃ炭だらけ。たまになんか新しい生々しいイカ墨もありますね。ちょっとこれは期待できそうなので、ちょっと今からエギングをしていこうと思うんですが、ちょっとあの安尾さんがちょっと遅れてくるってことでちょっと寝坊してまして、ちょっとまあ来るまでちょっと一人で煽りの進行を狙って頑張っていきたいと思います。まずはこのエギ、フラッシュブーストのピンク色っぽいやつ、ちょっとこれでやってみます。久々の秋煽りエギングにやってきました。ほんと久々、もうずっとカゴ釣りやってたんで、ちょっとたまにはこういう釣りもやりたいなってことで、普段ここは結構人が多いんですけど、今深夜ってのもあるんですけど、珍しく人がいないんで、これはチャンス。今日もまあ釣り人の方はいらっしゃったとは思うんですけど、まあ多分だいぶ時間が空いてると思うんで、なんでまあイカがいればもうすぐ食ってくると思うんで、これはちょっと激アツですね。で、秋イカって言ったら結構ちっちゃい 2.5 個のエギとかを選択される方が多いんですけど、自分はもう 2.5 個はあまり使わないですね。もう3号からですね。3号で、まあ、潮がよっぽど効いてるとことかの外海とかであればもう 3.5 号とかから使ったりもしますし、意外にあのちっちゃい新子でも結構抱いてくるんで、なんでまあ潮に、まあ、2.5 号とかを下手に使って潮に流されていい動きしないとか、まあ、そんなになるぐらいであればもう自分はまあ秋イカだったら3号ぐらいが一番いいかなって思っていつも使用してます。特にもうこことかももうここは外海に面してるんですけど、ただまあ今日はベタなぎなんで、まあ、今やってみた感じそこまで潮もめちゃくちゃ効いてるっていうわけでもないですし、まあ、もうこういうところはもう3号ぐらいでいいかなっていう感じですね。で、水も結構そこまで濁っているわけではなさそうなので、まあ、イカがいればすぐ気づいてくれると思うんですけど、ここはあのガイドがついてるんで、なのでまあ、集魚効果もあるので、まあ、それでイカも集まってきているはずなので、実際にもうこの足元見てもすっごいもう炭だらけなんで期待できるんじゃないでしょうか。お、足元にいろいろ寄ってきてますね。なんか長細い魚かヘビかわかんないですけど、なんかいますね足元に。ヘビではないか、なんだろう、長細い脱ですかね。この夜のこの涼しい中での釣りが最高すぎますね。快適すぎ。やっぱ潮はそこまで効いてないです、まあ、今深夜の時間帯から始めてますけど、これ朝間詰めとか夕間詰めとかやったら最高なんでしょうね。めちゃくちゃ楽しそうですけどね。で、ここは水深はそこまで深くなかったと思います。10メートルぐらい、海底も結構砂地が広がってる感じだったと思うんで、まあちょっとこの足元は分かんないですけど、なんで結構ボトムを結構ネチネチやったとしてもそんな根がかりがしやすい場所ではないので、ちょっとこっち右側のこっちの方は確かちょっと根がかるとこがあったと思うんですけど、来ました、来たよ、楽しいよ。来ましたよ。おお、結構引く。お、ちょっといい、ちょっとサイズいいかな。よし、おー、足一本、足一本だよ。はい、
やりました。空き家折り、いやーいますね楽しい。ヤサオさんがまだ来てないんですけど、もうすでに2杯釣れてます。いやーありました。いやーいいですね。やっぱ春イカと比べて結構簡単に釣れてくれるんで、アオリイカエギング始めてみようっていう方も全然釣れる可能性はあるんで、エギングを始める方はやっぱこの秋がいいって皆さん言われますもんね。でしかもなんかこの渡船しなくてもなんかその辺の漁港で釣れるっていうのがいいですよね。それも魅力の一つですよね。お、来た。え、やば、今めちゃくちゃ引っ張られたぞ。元気なやつがいますね。めちゃくちゃ引っ張られた。本当にイカかって思うぐらいグイーって竿先が乗らなかった。もう波もないんで当たりも取りやすいですね。せっかく貸し切り状態なんで、いろんな方向に投げて、こんな贅沢できないですからね。お、来た、足元できた、やば、足元できた、ちっちゃい。ちょっとさすがにこいつはリリースしますが、ちっちゃいですが釣れました。これは本当足元ですね。足元でちょん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 やってたら来ました。絶えずに結構ムラがありますね。これはかなりちっちゃいんでリリース。やっぱ普段人がいたらできないですけど、こうやって貸し切りのみたいな時とかはやっぱいろんな方向に投げてみた方がいいですね。やっぱね、いろんな方向で当たりがあったりヒットしてくれたりします。今のは追いかけてきてたんかな。追いかけてきてたわけじゃないと思うんですけどね。ただ足元にいたやつが抱いてきたなと思うんですけど。星が綺麗だ。街灯があってちょっと見にくいんですけど、星が結構出てますね。もうちょっと苦戦するかなと思ってたんですけど、これは思った以上に釣れる。ちょっとエギ変えてみますか。これもフラッシュブーストなんですけど、オレンジ色の3号ですね。ちょっとこれやってみます。あ、しかもこれラトル入りだ。僕ラトル、個人的にラトル入りが好きなんですよね。よいしょ。なんかたまに塩が効いてるとこありますね。なんかどうですか、オレンジはどうですか。どちらさん？ヤサオですこんばんは。どげですか？いやもう3杯釣って帰ろうかなと思って。え？嘘。皆さんちょっと聞きましたか？早くも代理さんが私は来る前に釣ったそうで。皆さん大変お待たせいたしました。理由は聞かれたでしょうか？ええ。というわけでもう3杯釣れたんで、1杯ちっちゃかったんで、まあ、リリースしたんで2杯なんですけど、はい、もう釣れたんで、まあ、帰ろうかなと思ってちょっと待ってくださ いせっかく来たんですからやりましょうよ。いやもう十分楽しいんだんで。いやいやちょっと待ってくださいよ。もう帰っていいですか？ちょ、遅れを取り戻したいって気持ちもありますし。いやあのね、私も眠たいんですよいやまあそれはそれはそうですけども、もうちょっとだけ付き合っていただけたらと。じゃあまあ、はい、ちょっと頑張って釣っていきましょう、はい、よろしくお願いします。エギは 3.0 ですか？うん、3号無数3号3、3っす。え？3、3っすこれ実際代理さんと2人で釣りするっていうの久しぶりですね。そうですね。別な兆候行ったりとかっていうのはありますけど、仲悪いんでね皆さん誤解しないでください。サイズ的にはどんな感じだったんです？なんかサイズもなんかいろいろで、さすがにこれ持って帰れんわっていうぐらいのちっちゃいやつから、なんか普通に普通の秋イカって感じの、どんくらいって言ったら分かりにくいけど、まあでも秋らしい、うん、ぐらいの、そんなでっかくもないし、でどの方向でも釣れとる。あっちでも釣ったし、こっちも釣ったし、こっちでも釣ったし、どこでも可能性はあると思う。まあ今カメラの関係で2人はここにこう密集してますけども、別にあっちとか行っても全然釣れると思うし。すいません、なんか今ちょんちょんってやれ、ちょんちょんってちょんちょんって普通に追いかけてくる可能性ある。でまた同じようにやってる。で同じようにまた、え、
見てくださいこれ。あら足がくっついてます。だからそういうのだったらもう絶対足が切れとるけ、はい、絶対抱き直したこんと思うけど、あれがもしかかってなくて本当シュッて引っ張ってすぐパッて離して合わせて乗らんかったとかだったらまた抱き直してくる可能性が高いけ。了解です。ってことはでもやっぱ当たりは取れとったってことだ。そうですね。でもなんかエギ変えてから当たりがもうピタって減ったんだけど。初めどういうカラーだったんですか。なんか紫っぽいピンクっぽい感じの。ドラムどこにしたの。買った。てか俺のやつ引っ張ってみる。おお。しかもなこのエメラルダスがなドラグがめっちゃスムーズなんや。これ一番気に入って俺4つぐらい買ってその中からこれにしたんだもん。4つも買ったんすか。1回でじゃないで何回も買い直して買い替えて買い替えてで、ああこれ新しくしていってでこれよりも新しいバージョンにしとったんだけど、ドラグのあれ感じが俺これこの型が一番好きだって。スムーズで、でまた1個また古いやつ戻したっけこれ。あそこまでしたんですよ。うん買い直してたもん。てか新しければいいじゃいいってもんじゃないなって思ったけど、その時好みがあるなと思って。俺こういうなんかドラグがスムーズな方がいい系。竿とかリールとかでもやっぱり当たりの取りやすさとかが変わってくるで。たまにすっごい安い竿とか使わせてもらったりするけど、ようこんなんで当たり取れるなって思う。あ、まあ、そうなんです。まあ実際取れてないんだけどな、その人もやっぱり。あ、戻そう。色が悪いんかもしれない。お、来た。来とった。え、来とったんかな。来とったかゴミか。どっちか分からんけど。さあ皆さん。あ、来とる来とる来とる。来ましたよ。どうですか重さの方は。軽い。小物系ですか。小物っていうな。あ、ちっちゃい。めちゃくちゃちっちゃい。いいんじゃないです。さっきリリースしたやつぐらい。おお。うん。これが一番最小ぐらい。サイズ的に。まあでも。いいですね。しかもあれじゃないですか、色変えてすぐじゃないですか。本当はな、ね、やっぱこのカラーがいいんだわ。今紫っぽいじゃないですか。やばいバレた。なんかへこいた。いや風で乗ってくるんですよね、向こう側から。ちょっとついてるかもしれない。なんか臭いな。来た時からこんな感じでしたよ。おい。なんか塩がなんか緩んだかもしれない。なんかスカスカだな塩が。ついた時より塩が悪くなってる気がする。何カラーにしたんですか。紫です。何カラーですか。紫です。お、これは釣れる塩しとるぞこっち。いい感じですか塩が。モームスぐらいいい感じ。そこはローラじゃないですね。知らんけど。ちょちょちょいい感じ。ちょ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 いい感じ。ちょ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 っと違いますけどね。ちょっとこっちも変わってましたしよ。ちょっとほんまけ。ほんまです。ボラの大群が泳いでいきましたね。仲間ちゃん行ってこいよ。すごいね、やっぱ潮が変わるとガラッと変わりますね。海が違う海かのように、あんだけポンポンポンって釣れてたのに、今潮がまあちょっと前まで全然効いてなかったんですけど、全くまあ当たりはちょいちょいありますけど、全く釣れないですからね。まあ、今やっとまたちょっと変化が出始めましたけど、潮に。匂いはずっと変わらないですね。匂いはそうですね。さっき当たったけどな。イカパンチですか。うん。あ、違うか。さっきパンチされたんですけど。パンチすらされないですよ。え？パンチすらされないです。パンチされてますね。パンチ食べとるからです。この。なんてパンチ食べとるだろうが。パンチ食べとるだろうがって言った？いやいや、パンチすらされないですって。ああ、そうやって言ってじゃん。そうやって言っていや別に最初からそうやって言ってくれたら俺も別に会話できるんだけど、今パンチされたわ。
パーツ食べたろうかなっていう当たりはちょいちょいあるんだけどな。パーツ食べたろうかなちょっと前すっかすかだったもん。すっかすかだな。ほらほらほら、足元なんかおる、なんかおる、なんかおる、魚がなんかおる。パンツ食べてる音だけはいいですね。はい、すいません、なんかつい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 パンツ食べとろうかなこれは明日から流行るぞ。まあこれタイトルパンツ食べとろうかななるよ。どういう動画なんかおるな。ここであの夜こねだろうつなんか俺だ、この野郎何も言えねえ。マジでもう滑舌なんとかしてもらっていいっすかお、来た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 、これはでかい。ダリさんヒット。これはいいサイズかも。あー、そうでもないか、真下だったけいかな。よいしょ。あ、ちっちゃいな、ちっちゃい。いやいやいや、でもいいんじゃないですか。多分真下だったけ、すごいなんか重たく感じたけど。ついたからはフラッシュブーストですか。うん、フラッシュブースト。威勢がいいですね。いやー、すごい元気。ちょっと潮が全然動いてなくて、途中から全く釣れなくって、結構苦労したんですけど、やっと釣れました。ちょっとサイズはあまり大きくはないですけども、とりあえずよかった。もうさっきのはボトムネッチネチやってた。ボトムしかだって聞いてないのに、だって潮が、ボトムが唯一ちょっとだけ潮が聞いとるけど、もうボトムから離さないように、もうネチ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 やってた。来た。え、ゴミかなごっつい、あ、ちゃう、え、ついてるんじゃないですか。あ、ついてるついてる、めちゃくちゃちっちゃい。うわ、ちっちゃー、すごくない、このあたり取ったの俺よう取りましたね。めちゃくちゃ今日一ちっちゃいイカが釣れました。あー、こいつはちょっとリリースします。今2連チャンでボトム、もうボトムってか、はい、釣ってもらえんかな。パンツかんとろうかな何だっけなんかそうなそうやった、あったね、そうなんだよな。何パンツ噛んだろうかなどういう意味だよ。うわ、星めちゃくちゃ綺麗だな。あ、ほんとだ、下ばっかり見てて上見てなかったですね。人生そんなもんよパンツ噛んだろうな何、気合いの一心でもうびっくりした、なんか切れたのかと思った、全然釣れんけんしっしゃ、来た。え、早っ。やっぱり当たりだったか。しゃーい。へい。絶好調じゃん。危なっ。危ない。いや、なんか一回当たりっぽいのがあって、ん？と思ってたんだけど、はい、やっぱ当たった。もう後半は全部ボトムです。これももうずっとボトムやってて、ちょっとなんか怪しかって。一回乗らなかったんですけど、まあ、そのままやってたらすぐ来ました。やったー、終了。お疲れ様でした。今年初の秋煽りエギングに来たんですけども、 2,3 時間ぐらいの兆候だったんですが、はい、7杯な、何杯です？ゼロですただまあ久しぶりにちょっと来まして、やかましいわ今日やった感じの感想で言うと、まあ、釣れる時間帯と釣れない時間帯は結構差があるんですけど、時間帯というよりかは潮がまあちゃんと効いてるかどうか、動いてるかどうかで結構釣果に左右されるのかなっていうのを感じました。ムラは結構あるんですけども、まあ釣れることは釣れますので、皆さんも秋アオリイカ行ってみたらどうでしょうか。はいはい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。